どうしたの、イーシャ。お、姉様。なんだか風がざわめいた気がして。風が。気にしないで続けて。私、姉様の笛が大好きだから。ありがとう。あら、あれは。エレシア人よ。死んでいるの。まだ少し息をしているわ。私は村に戻ってみんなを呼んでくる。イーシャはここで。深い眠りの中、あなたは女神が想像した夢によって未来を知ることとなる。さあ、運命に選ぶ。箱はもうすぐ暴走するかもしれない。さあ、行こう。バーチャルパッドをスライドして前に進みましょう。エルンストを阻止する。ここをタップするとスキルを発動できます。そこだ。ほう、アルマが見出した使い手。千年もの時が過ぎ去ってもやめるんだ、エルンスト。だがもう何もかっ。箱の力は人間が制御できる。箱が暴走すれば、この…さあ凡人よ、未
自らの愚行を恥じ貫け貴様づけ貴様づけ貴様づけ口ほどにもアルマに選ばれし者がこの程度か時間の無駄だ消え去るがいい遠くない未来あなたはエルンストと出会うことになるその前によかった目が覚めたんですね夢の中で苦しんでいたようですけど俺はレダ族の王者を務める怪我は大丈夫そうですねでも何日かはゆっくり休養する必要がありますよ探知したら早速ここを出て行ってもらうぞあのすみません私のおじさまは悪い人ではないのですただ疲れていますよねまずはここでゆっくり休んでいってくださいおやすみなさいここから冒険が始まります。新しい装備を獲得しました。どうやら怪我は感知したみたいだな。うん。レダ族のあの女の子に感謝しなくちゃ。自分たちを助けたせいであの族長に怒っ。そうだな。ホワイトシーラムだ一戦一戦新しいカードを獲得しました早速見に行きましょうソウルカードはここから確認でき新しく獲得したソウルカードを装備しましょうソウルカード装備完了クエストを続けましょうすぐに姉様に教えなきゃ。驚かせてしまったかな。あれ、精霊碑が光った。アルマ様、どうか私たちに導きを。10年が過ぎた今このごめんなさいアドルさん冒険者さん後から事情は必ずお伝えしますこれから巫女として大事な使命がありますので失礼します
オルハはゼーメの心境に霊力を注ぐため一人で東オルハのあの様子、レダ族にとって何か危険なことが起ころうとしているのかもしれない。森には魔獣の群れもいる。彼女一人で行かせるのは心配だな。魔獣もそうだが、オルハがつぶやいていた最悪と一戦私がすぐに追い払うから急いで逃げて。一戦大丈夫か。誰だ。待て、イーシャが傷ついたらどうする。おじさま、彼らはイーシャを救ってくれたのです。先ほどの魔獣などレダ族の戦士であればたやすい相手だ。それと不用意に村の者に近づくのは要せ。余計な争いごとの火種を持ち込むことになる。誤解は一時的なものだ。いつかきっとエレシア人がみんな悪い人ではないと。そうだ、大事なことを忘れていました。私、それなら僕たちも一緒に行くよ。アルマ様、光の導きが我らレダ族の迷いを拭い去らんことを。お告げはまだぼんやりとしたままです。ですが大丈夫。アドルはエレシア各地でとんでもない敵を相手に戦ってきた最強の剣士なんだ。アドルさん、からかうのはよしてくれ。確かに剣でいろいろな敵と戦ってきたけど、僕は冒険家としてこの世界を旅してるんだ。あなたはオルハ、アドルと共に部クエストを達成して引き続きメインクエストを冒険しましょう。この先は獰猛な魔獣が徘徊している。オルハ様、クバルさん、お願いします。風見の丘に。オルハ様、それはレダ族の。オルハ、大丈夫かい。
顔色が悪い。私の母、その母と父は10年。確かあの日意識が戻る。ここをタップして会話をしましょう。父さんがエレシア人の町で笛を買ってきてくれたの。つまりこの笛をオルハに渡せばいいんだね。こんな素敵なもの本当にいただいていいのですか。私落ち込んでばかりなのに、なんとお礼を言え。はい、すごい。この笛、あの、ごめんなさいね。今日は食べ物を持っていないの。マキュ、平気？毛を少しだけちょうだい。安心して、痛みはないから。これから、レダ族に伝わる秘術で、相手からピッコレで魔獣とクバルさんを避けて、この術の効果は、しばらくの間しか持ちません。このピッカードたち、動きが妙だ。無害なピッカードに気を割く必要。ピッカードは魔獣に襲われることもあります。この姿でも魔獣には近づきすぎないように気をつけてください。術の効果が切れたのか。すみません、アドルさん、新しいカードを獲得しました。さ、ソウルカードはここから確認できます。シルバー級以上の敵だ。注意しよう。一戦。ソウルスキルを使用して元素シールドを獲得できます。一戦。強敵に挑んで君の実力を証明するんだ。称号を見に行きましょう。称号をランクアップさせましょう。この条件も達成しましたね。称号をランクアップさせるとまた強くなりましたね。さらに
冒険に行きましょう。急の魔獣を倒すなんて。赤髪のエレシア人よ、誰が我々の聖地に来ることを許可したのだ。この方たちにそのようなことをおっしゃらないでください。彼らのおかげでここまでたどり着くことができたのです。オルハ、忘れたのか。遥か昔、アルマがどのようにこの世を去ったか、誰のせいでお主の両親が亡くなったのか。エレシアを恨んではいけない。彼らもアルマの民なのだから。母もアルマ様も同じ言葉を残したのです。オルハは王都の反対を押し切るとアドルたちを釣る。レダ族の皆さん、アルマゼーメの心境をご覧ください。なんだ、イノイの泉で何かが起こったのか。わかりません。ですが、もしかしてまさか、はぐれ竜が戻ってきたのか。怖いわ。またレダ族。